さあゼルダ、ここなら誰も来ないわ。折り入っての相談というのは何なのですか？なんてバカな人。あら、人を騙してこんなことをする人にそんな風に言われるのは心外だわ。ガノンドロフの操り人形さん。私たちが何も気づいていないと思っていたの。ソニア、ゼルダか。ラウル様、明日の魔王との決戦の前にお伝えしておきたいことがあります。この時代に来たきっかけは、地下で眠っていた男でした。
それで？遺跡により変貌したガノンドロフの姿を見たとき、私は確信しました。地下で目覚めたのは彼だと。あの男はついえなかった。私のいた時代まで生き延びていたのです。明日の戦い、残る全軍による決戦で魔王ガノンドロフを倒すことはできません。そしてヤル様、それでも私はやらねばならぬ。あれは我がおごりにより生まれた。その過ちは償わねばならぬ。そして何よりも、私はハイラルの王だ。王は民を、国を守り育むのが務め。たとえこの命を賭してもな。ラウル様。もしもあの男を倒すことが叶わぬ時は、君の言っていた大魔の剣を持つ剣士リンク殿に全てを託そう。しかしそれは君がこの世界に現れなかった未来。今はここにいてくれる。ゼルダ、私は君がこの世界に来たことに意味があると思っているよ。私が来た意味。
ついに、ついに我がものとしたぞ。遅かったな、ラウ。我は手に入れたぞ。貴様らが高みから見下し、当たり前のように独占していた神のごときこの力。その女はお前の傲慢ゆえの犠牲だ。我を御せると思った己の不明を食い行くがいい、ラウ。頼んだろ。ソニア様を。
はっ。
それが大魔の剣、我が正気で砕ける刃では役に立たぬ。聖なる力を浴び、その力が強大であればあるほど剣の力もまた強くなるのだ。あなたは時の力だけでなく、強く神聖な浜の力も秘めている。秘石を飲んだ者は調整不老の竜となり、永劫の時を手に入れる。ミネル様、よろしくお願いします。リンク、マスターソードは必ず復活させます。あなたに届くその日まで、私が聖なる力で抱き続け、必ず魔王を打ち倒せる剣に。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。